ディスクジャグラーは、ベイ、パダスが開発、販売していた、プロフェッショナル向けのライティングソフトウェア。イメージファイルの拡張紙は CDI。最終バージョンは6.00、1400。2008年をもって提供を終了し、サポートも2010年で終了した。一般的なライティングソフトウェアの機能に加えて、 同一の内容を複数のドライブに並行して書き込むことができる。デュプリケータ機器を利用して多数の書き込みを自動化できる。ネットワークで繋がった別のマシンのドライブに書き込むことができるといった機能を持つ。これらの特徴はこのソフトが元々は業務用製品だったことに由来する。他のライティングソフトウェアが備える DV 利用サリング機能や動画編集機能、 パケットライト機能等は搭載しないため、ホームユースには向かない。バージョン3までは、法人向けには、三井科学がアマニレックという名称で取り扱っており、個人向けには、三井科学からライセンスを取得した、ランドポートが販売していた。2002年10月4日に発売された、バージョン4.0から、個人向けの販売元が、ライブドア参加のプロ G に変更された。 2005年4月28日に20セクタディスク等のコピーガードへの対応強化等を特徴とした日本独自のバージョン5.0が同じくプロジーから発売された。2006年ライブドアがソフトウェア事業を縮小したのに伴い本製品に関する業務はソニックソリューションズに移管されたがその時点ですでに販売及びサポートは終了しておりソニックソリューションズからは 過去のアップデータ等が公開されるに止まった。これにより日本国内での販売元は存在しない状況となった。ありがとうございます。